では、2つ目のキーワードに行きたいと思います。よいしょ。はい、 FEW as food energy water、はいはい、ということで、はい、角田さんは学生時代もバリバリの理系だったそうなんです。はい、工学部の機械工学科卒で、はい、そのままメーカーに行こうかなと思っていたんですが、うん、はい、うん、なんか突然、まあ、その時ね、時差は金なりって本を読んじゃったんですね。でそういうね、商社マンの世界の本を読んで、あれこれって面白いなっていうのと、それからやっぱり世界がどういう仕組みになってるのかなっていうのをちょっと知りたいなと思って、はい、で見聞広めたいなと思って、だったら商社かなと、実は英語が嫌いで理系に行ったんですけど商社に行ったらこんなに英語を使うとは実は知りませんで、そうですね、その辺無知だったんですけど、いやいやいや、それで入ってしまいまして、ですからもともとは理系なんですが、はい、まあ、商社に入ってからはずっとその機械部門とか、はい、まあ、プロジェクト部門っていうインフラをやってる、はい、電力とかプラントとか、エネルギーの設備だとかですね、はい、あと新幹線みたいな交通とか、あの角さん、今日私角田さんインタビューするにあたりですね、こちら その三井物産さんってどんなことしてるのかってホームページで調べてみたらあまりに多岐にわたっていてですね、はい、それが想像以上で、エネルギーのこととかいっぱいやってるんですもん ね、はい、そうですね。私なんかイメージとしてなんか飛行機作ってるようなみたいな、なんかいろんな土地のこともやってるようなみたいなイメージあったんですけど、でもちょっとこう分かりやすいところでって角田さんご用意くださって、これこうですかね、はい、あの総合商社図鑑って言いまして図鑑だ、図鑑なんですね、はい、あのこれ商社、あの我々のような総合商社一体何をやってるかっていうのを、これ、お子さん向けにまとめた本なんですが、はい、子供向け本なんですけど、ところが実はこれ結構中身が、はい、充実してまして、はい、まあ例えばちょっといくつかね、いくつかですね、本当にこうちょっと一部、そうですね、例えばね、この最初に出てるのが、はい、そうそう、これちょっと見せますね、はいはい、これですよ、はい、最初のページよ、これはね、スピンでやってる、うん、あの太陽熱発電、太陽熱ですよ、太陽光じゃなくて、はい、まあ、その説明、あの、はい、非常に太陽が豊かなスペインで、はい、この鏡を使って真ん中に油を流して、油を流して、その油を熱してですね、で水を蒸発させて、で、タービンを回すという発電です。いや、私初めてこういうことをね、海外でされてるんですって、三井物産さん。それからあとね、はい、これがグリーンケミカル、グリーンケミカル、これパームトリーです。パームトリー、ヤシの実から石鹸だとかシャンプーだとか、はい、それからあとオレオケミカルっていうね、はい、その植物由来のいろんなケミカルを作ったりしてます、はい、これどこの国ですか。これはマレーシ ア、それからインドネシア、インドネシア、はい、ちょうどこの辺にいらしたんですね。あ、いました、いました、もうマレーシアはですね、もう国中が大体このパームツリーですね、はい、これもね、品質改良ものすごくして、はい、背の低いパームツリーをね、はい、もうマレーシアは作ってるんですね、背が低いとこのパームを取りやすいんですね。あ、なるほど、はい、もうこれもね、非常にね、品種改良もで収量も上がってますしね、全然こう作業効率変わりますよね、背が変わると、はい、それから例えば、はい、あの北海道で辛みがあるとすれば、はい、これですかね、これですね、はい、これね、サハリンの LNG ですね、はい、ちょうど後ろのこの、ちょうど今こちらに、これサハリン島なんですけど、はい、ここに LNG のプラントがありまして、そのパイプラインで北の方から油とガスを持ってきて、ガスはここで LNG にして日本に持ってきてますが、はい、これがまさにこのプラントです。なるほど、ね、あの子ども向けの絵本なんですけれども、はい、それでもすごくこう分かりやすく、はい、いろんなことが、私はこれを見ました感想といたしましては本当にその三井物産さんは、あの日本の企業が海外でこれだけね、いろんな場面で活躍しているというのを改めてですね、誇りに思うような一冊でございました、はい、素晴らしいですね、でこのように海外でいろんなことを見てこられた角田さんだからこその2つ目のこれなんですよ、はい、FEW ということになるんですよね、これね、ちょっとあの実はエネルギーと水と食料ってすごく今から大変になるなっていうのをあの肌で感じてましてですね、はい、どうやってまとめようかなと思ったら、
順番変えて FEW にすればフューで、はい、まあ、限りあるものということで、はい、フードエナジーウォーターなんですけど、まあ、あの日本はね人口減になってますけども、はい、世界はものすごく人口が増えてて、特に一昨年ですか70億人超えて、はい、2050年には90億人今日93億人とかね、それから2100年には100億を超えちゃう、うん、そういう地球になっちゃうわけですね、はいはい、だから1900年に17億人ぐらいしかいなかった地球がそれだけ爆発的に増えてて、で、フードこれやっぱり農業に直結してやっぱりものすごく厳しい大変だっていうのと、エネルギーですね、はい、これはもう世界中でもう特に今日本はエネルギーの問題をもう非常に詳しく皆さんで討議をしている最中ですけども、はい、そういうフードエナジー、そしてあと水、水はこれ実は世界である真水って限られてるんですね、はい、でこれいかに使うか、うん、で水イコールまた農業でもあるんですね、はい、ですからこれが人口が増える中でこの3つはですね、もちろん他の資源もそうなんですけど、特にこの3つはこれから厳しくなる、取り合いになる、あだからそこに向けてもう前もって手をどんどん打っていかないと難しくなってしまうんでね、うん、特に日本の場合、はい、あの水はあります、はい、それから、まあ、フードはあの食料自給率が今高めようとしてますけど、はい、まだ半分もいってない、そうですね、ですから、はい、そういう中でやっぱり海外から輸入していかなきゃいけない、はい、まあ、そうするとエネルギーもそうですね、再生可能エネルギーがどこまで進展するかですけども、やはり、油にしろそれからLNGにしろ輸入をしなきゃいけない、そうするとその外貨を稼がなきゃいけないわけです ね、買ってくるっていうことでね、はい、じゃあ買ってくる外貨っていうかお金どこで日本人は儲けなきゃいけないのかっていうことを考えていかなきゃいけないなっていう、これは日本の話だし、はいはい、世界で見れば本当に足りなくなる、これを安定的にこう供給する体制を作っていかないと地球そのものが持たなくなっちゃうんで、うんうん、この辺がもう身に染みてるところで、まあ、中長期的にはやっぱりこういうところがもう今の大問題、問題の根底かなっていうふうにちょっと思ってます、ね、世界規模で見れば水一つ取っても本当にあと何年後には水戦争になるんじゃないかっていうぐらい言われてるんだけど、はい、シンガポールから札幌で来た時に蛇口飲んじゃう、水美味しいって、いやもうこれはね、本当に感動しましたね、あんなに美味しい、とは思いませんでした、いやあの本当に札幌にずっといますとね、その辺なんかこうやっぱり当たり前になってしまって、はいはい、ただ本当に海外から見ると、札幌はもういろんな面で、あの北海道はいろんな面で本当に恵まれている、そうですね、北海道はね、あの農業も大規模ですし、はい、食料自給率もね 200% 近くありますし、そうですね、ものすごくいいと思いますね、あの水本当豊かで、あとエネルギーもね、はい、例えば再生可能エネルギーも適地だと言われてますし、あのまあ、ただそのためにはもうちょっと準備しなきゃいけないことがいっぱいあるし、やはり既存のエネルギーをうまく使いながら時間をかけてそういうものにこう行こう、そういうものを取り入れていくというふうにならないといけないんじゃないかなと思いますけれども、はい、うん、そうですね、はい、海外に向けてのお仕事されてるからそうだな、あの北海道がいいからいいねっていうちゃんちゃんと話じゃないですよ ね、これこの良さをっていうことですよ ね、売りにして ここの良さを売りにして、はい、やっぱり海外とのビジネス、はい、で、末永く外貨を稼げるような、うん、そういう日本、あのもちろん今日本の企業は世界中に事業展開をしてて、はい、でそこから例えば今までは輸出であの収益を上げてた、はい、今は海外で事業展開をしてその収益で配当で日本に送ってきてるわけですけど、うん、もちろんこれがどんどん進めばいいんですけども、もうちょっとそれをこうサステナブルにする、そういうことをやっぱり中長期的なことで、手を打っていくっていうことが必要かななんて思ってますね、なんかこの北海道の自然豊かなところで本当にもうシンプルに考えると観光客がたくさん来るのを受け入れるイメージとか、はいはい、どうですか。いやもうねそこがね、はい、北海道って実はね、はい、私シンガポールマレーシアいましたでしょ、それからあの一応 ASEAN とかアジア見てましたんで、あちこち行くんですけど、北海道ってね、はい、ものすごい認知度なんですよ。あアジアの人はね大好きですね。うん、で何で好きかって、やっぱりね雪が四季がないでしょ、はい、でそのね四季がすごく嬉しいのと、あと雪触ると嬉しいのと、女性はですね、冬の服を着たいんですよ。え本当ですか。
あのシンガポールとかマレーシアの女性ってだって冬服着ないですから。そうですね、冬服買って、はい、コートを着て、はい、それで北海道歩くっていうのはね、これはねもうなんかすごく嬉しいことなんですよね、意外本当ですか、はい、ですからあの一応ねシンガポールでも冬服売ってるんですけど、はい、着る場所はないですから。そうですよね。でそれを買って、うん、北海道で着て雪を重ね着してこう小物とコーディネートに手袋と帽子とみたいな、そんな、まあ、ないんですね。ね、でそれで北海道で雪を触るとね、もう感動する、はい、だからまあ北海道は非常にこう有名ですし、うん、それで一回来た人はどんどんリピーターになってるし、はい、でやはりあのアジアの人たちもこう収入レベルがすごく GDP パーキャピタですから、はい、どんどん上がってきてるんで、はい、一度は北海道、で一度来たら二度も三度もっていうふうに、ん、こういうリピーターをずっと受け入れられる、うん、そういう北海道になったらいいなって思うし、うん、今ものすごく北海道中の方々観光に携わる方々がそういうことをやっておられるから、はい、もう国際観光都市、はい、観光地域、そういうふうになったらいいなと思うんですね、うん、そういう話を聞くたびに福津もこの英語アレルギーをなんとかしなきゃと思いますよ。すいません、私も大学時代英語アレルギーでしたからだけど大丈夫です。あの その場で喋らなきゃいけなくなるとどうにかなるもんですからもう気は心で、はい、あのやっぱりね将来的に、まあ、こう3つ目ですかね、はい、世界に通用する、はい、ということになるとね、うん、やっぱり北海道はね、うん、この自然、うん、それは単なる自然じゃなくて、はい、都市と自然、はい、で都市と田舎、はい、人工物と、自然、はい、なんかこれが好対照で、うん、やっぱりこういうところはもうよくね皆さん言われてますけど、こんな200万都市がこの緯度にあるってやっぱり信じられないですよね、はい、だけど逆にだからこそできるものすごくこう差別化されたものがあるから、もうこれはねますます世界でどんどん人口が増えていくと、はい、もうこの北海道のバリューっていうのは上がっていくんで、はい、そこをあるなんて言うんでしょう、こう皆さんがこう共有できるようなね、そういう理念っていうのかな、うん、なんかそんなのを持ちながら観光であるとか、うん、将来の国際観光地域になるようになってきゃいいかななんて思いますね、うん、はい、今3つ目に入ってまいりました、ね、ちょっと改めて、はい、じゃあ3つ目のキーワードに行きたいと思います。